和島港は石川県和島市の河原田川河港に位置する港湾である。港湾管理者は地方港湾避難港に指定されている。和島港から見る能登半島と朝日和島港周辺の空中写真。2010年撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。中世には 海戦式目において水戸七港の七港の一つに数えられ、近世からは北前船の寄港地として栄えた。日本海を航行する船舶にとって、能登半島沖は通過が困難な難所であり、能登半島の先端に近い和島港は寄港地、避難港として適していた。1951年には避難港に指定された。1五十三年から防波堤の建設が始まり、 以後現在に至るまで防波堤及び白地の建設が続いている。2010年5月、輪島港周辺を埋め立てて建設された輪島マリンタウンが開港した。マリンタウンは港オアシスの登録をしていて観光交流施設を代表施設とする港オアシス輪島マリンタウンとして観光拠点ともなっている。またマリンタウン内のボートパークは輪島海の駅として 海の駅の登録をしている。ヘグラ島への定期船が就航しており、1日1往復運行、片道1時間30分所要。ありがとうございます。